俳優の上木隆之介30が主演を務める NHK 連続テレ小説ランマン月土曜前8.00土曜は一週間ぶり返しは1日第87話が放送された話題のシーンを振りる以下ネタバレ U 朝ドラ通算108作目日本植物の父と称される牧野富太郎をモデルに江戸期から昭和の激動の時代を生き抜き 明るく、花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房、群青領域、旅屋岡、李なども手掛けた、注目の劇作家、長田育英。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、どんどばるい、16年ぶりに作目。初主演となる。男性主人公は20年度、期、エール、久保田正隆以来3年ぶり。 第87話は、明治19年、1886、4月、文部部大臣、森有則、橋本里氏の号令の、東京大学理学部は、帝国大学理科大学と改め、で、田辺教授、金目淳がその初代教頭に就任した。太郎、上木龍之介は、大久保、紺野博樹の協力を得、柄、無事名も発見の論文を書き直したもの、田辺の気持ちは変わらず、 大学への出入りを、じられ、落ち込む万太郎に、末子、浜辺南は、つも通り明るく接する。そして、万太郎はもう、ど、田辺のもとへ、という展開。田辺は、自分も植物、缶を作ると宣言。大学の総力を挙げて、日本中、植物を網羅する、植物史を観光する。そうだな、日本植物使いとでも言おうか。君の仕事飛ぶ、かるねえ。 だから、大学の出入りを禁ずる。書籍、標本も、一切、使わせない。君が観光を諦め、煮尽くすなら、考えてもいいがね。で、禁通告時、続き、万太郎は絶句した。朝、一晩中さまよやるい。帰宅した夫を出迎えた末子は、万太郎さん、終わらない。終わるもんですかと抱きしめた。日大86話、7月31日は、 万太郎さんと教授のつながり。こんな、これで終わりなんてことないでしょ。何か理由が終わりなんですよ。私が聞いてき、すっと田辺との直談判も辞さない構え。だって、太郎さん、頑張っていたのに、ただ一生懸命がんっていただけなのに、自然と涙が溢れた。ことぶきこのサポートぶりに、SNS 上には、憔悴しきった万、老を抱きしめ、 強く優しく語りかけるスエコ、姿に涙が溢れました。ひさえちゃんの冒険の棒としての頼もしさ。母性的に支えるのでは、く、横にいて、すみれの美しさを共有してくれ。伴侶の存在は、自作の標本も、研究の場も図鑑、アイデアも、すべてを奪われた万太郎にと、本当に、心の帰れる場所、スエコの献身ぶりに。桜ご飯、美味しそうだし。 研究室にも、万太郎の、まはいるけど、すぐ川で見守って、冒険を共に、る彼女は、今の万太郎には何よりの励みで言え、しかとなどの声が上がった。どん底の万太郎、這い上がる術は、